さあ、テキテキゲーミングのお時間です。今回はですね、こちら県体育館にやってきました。今日ですね、こちらでは鹿児島レブノイズ対横浜エクセレンスの試合があるんですけど、ちょっと先の未来を体験できるブースもあるそうなので、覗きに行ってみたいと思います。今回のテキテキゲーミングはスポーツ観戦で未来体験、メタバースや AR 体験ができるスポーツイベントに潜入。ちょっと先の未来覗いちゃいます。すごい。13日に行われた NTT 西日本プレゼンツ鹿児島レブナイズ対横浜エクセレンスの一戦。この日会場に特別に設置されたブースにお邪魔しました。わー、すごい雰囲気ありますね。これは何ですか？こちらは NTT のメタバースになっております。これ選手とかの？そうです、そうです。仮想の空間を作って、その中にこう今日の試合のポスターとか、あとは選手の顔とかコーチの顔とかっていうのをこうどん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 置いていってるイベントホールみたいな感じですね。十字キーを操作してルームを探検。ミニに出ます。あ、受付の人もいる。すごい勢揃いで。あ、チアの子たちですね。どうかお部屋もありっていう。この花桜子さん、わあ、すごくかわいい。こんな感じです。すごいすごい。さらにこんなルームも。で、こちらがすごいゲーミングの部屋です。私のゲーミングのポスターが面白い。なんかこういうバーカウンターみたいなところにちょっと作ってみました。かっこよく、ゲームの番組バナーだ。あー、いいスポーツフェスもあったし、いいスポーツ部屋に、はいはいはい、知らない間にこんな進んだ未来があったんですね。いやでもね、ぜひ今後また注目してもらいたい。そうですね、いろんな人に使って楽しんでいただけたらなと思います。わかりました。ありがとうございます。すごい。この後は A 国サムライになる。さあ、会場の、ね、ステージの方にやってきましたけど、すごいインパクトありますね。はい。ここはどういったブースになるんですか？はい、ですね、私たちは日置市からやってきました。はい、日置市の吉居市軍事場というところにある、VR チャンバラアトラクションゲーム VS 島津義弘というのをですね、今日皆さんに体験していただこうと思いまして、はい、ご用意してあります。島津義弘公はご存知ですか？もちろんですよ。はい、ですね、このゲームがですね、ゴーグルをつけると、あの戦国時代のちょうど戦場に降り立ってですね、島津義弘公に挑戦するという内容になります。スタッフの方にお手本を見せてもらいました。あ、来た来た来た。3、2、1、スタート。どうやってやるの？あ、なるほど。え、大丈夫？すごい、早っ。こうよ、不正でビビなるほど。弓矢を、これ弓矢を、ここで弓矢を避けてるんだ。取れる取れる。しょうがなか。わいわいや。の挑戦。来た。これを。あれ、キャンパス。にしょぼん。めんどくさい。めんどくさい。
か。あれ待って、このあのなんだこの人も出たし。すごい。あ、行きましょう。さあ、避ける。うわぁ、怖い。下がる、はいはいはい。もうすぐ。すごい、もうすぐでんだ。ほら。ちょっと待って。私、マックス入れてますね。どこにいるんだ。どこにいる？わ、砂ぼこりまでリアルですね。あー！惜しい、惜しい、惜しい。どこ、どこにいた？敗北。あ、すごい、はい、ありがとうございました。面白い、はい、ほんとちょっとした運動になりますね。いや、面白い、はい、よしひろ、ここまで行けましたね。行けました。私もまだ1回しか行ってことないですけど。いやー、楽しいですね。ハマりますよ。ハマりますね。この VR ゲームはよしとし分岐場でプレイできます。実況担当の岡田アナウンサーが会場を盛り上げていました。はい、今日なんかこれを英徳さんやるの？そうなんですよ。このぷよぷよテトリスっていうゲームがありまして、はい、これをちょっと、はい、やりたいなと思ってて。岡田さんいかがですか？私も、はい、苦手。私も。あ、知ってる。チェケテゲームって見てると、エトさん全部弱いなと思ってます。そうなんですよ。でも今日はちょっと岡田さんが相手ということで、はい、勝ちたいと思います。ちょっとじゃあ、はい、やってみます。いいんですか？はい、はい、ですね、ちょっとゲームが始まる前にこっちのゲームをどっちが勝つか。バスケのゲームが始まる前にね。前に、はい、はい、おお、なかなかちょっと難しいな。いくつ削るかな、3つだけか。ちょっと待って、ちょっと待って、ゲーミング MC の準備しないと。レベル低いね、我々。ちょっと、私も受けます。あー、まだダメだな、これ。あれ、エイドクさん、なんか、あー、いつの間にか、なんかすごいことになってた、エイドクさん。一気に無事かもしますから。なんか長いの来てほしいな、そろそろ。まずい、長いの。もう来ないかな。やばい、もう来ないかな、もうか。やばい、やばい。さあ、来い、来た。あ、やった。あ、よっしゃ、それも入った。やってもうた。負けた。ありがとうございました。ぜひ皆さん、試合前に1回ここで体験してほしいですね。そうですね、はい。はい、どうもありがとうございました。どうも、エイドクさん。ステージ上では脳の認知機能を測定できるコグエゴの体験やスマートグラスを使った体験も。普通の目が。実はバスケットボールのコートにカメラをつけておりまして、ボールがどんどん飛んでくるような映像を見ることができます。つまり現実の世界に別の現実を拡張するということで、また別の世界が広がる。これが AR の世界です。あー、なるほどなるほど。もうリングがもう目の前にあって、はい、そこにボールが飛んできたり、選手の方がダンクシュートをすると、もうものすごい勢いの映像が見ることができると思います。こんなちっちゃいこのこれに映るんですね。はい、旅先でいろんな情報を見るとか、仕事場でここにマニュアルを見ながら仕事をするとか、そういうのもできます。すごい。で、そのためにはやはり高速な通信環境が必要になってきますので、光ケーブルとか、あと 5G とか、そういったものをですね、私たち NTT グループの方は準備をしております。未来のことだと思ってたけど、はい、もうこうやって実現してるんですね。そうですね。す
開始までの間、たくさんの方が楽しんでいました。今回の取り組みについてお話を伺いました。NTT 西日本さんは、まあ、電話ですとか、あとインターネット回線のイメージあったんですけど、本当にもういろんなことされてらっしゃるんですね。そうですね、まあ、今結構いろいろですね、お客様のこうニーズを捉えながら新しいことにどんどんチャレンジしていってます。まあ、今日は結構あの VR とか AI カメラとかですね、あとあの e スポーツですね、そういったものも取り組まさせていただいてます。 AR のあのリング、はいはい、ボールのあの映像とかも、もうあんなちっちゃなあれで、そうですね、すごいものが見られるんですね。結構ああいうグラス、まあグラスというか、はいはい、ああいうのはかなり前から取り組んでいたんですけど、はいはい、やはりその年を追うごとにどんどんクオリティが上がって、はい、やっぱりお客様もですね、やっぱりかなりこうご満足いただけるようなそういうものに仕上がっていってると思います。あ、はい、いやもうまたさらにさらにもう今後がすごい期待できるような。そうですね、そうですよね、はい、そこはもうぜひ期待してください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この後、鹿児島レブナイズと横浜エクセレンスの試合を観戦。この日まで5連勝と絶好調の鹿児島レブナイズ、序盤から22点差と大きくリード。その後追い上げを許すも、さらに得点を重ねて、見事鹿児島レブナイズ勝利しました。6連勝ですって、すごいですね。試合も本当楽しめましたし、またですね、あのステージとかこういったブースにですね、 NTT 西日本さんの、ね、あのちょっとこう未来が体験できるブースとかもあって、すごい面白かったですね。いやもう本当充実した一日でした。次回のテゲテゲーミングは e スポバトル学校企業交流戦。先日開催された e スポーツイベントの模様をお届けします。お楽しみに。